スターホースポケットプラス。こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきましょう。プレゼントが届いてるよ。伝説を本よ。クエスト達成、やったね。ちょっと聞いてよ。ちょっと聞いてよ。まあまあかな。嬉しいか？よしよし。G3 だともうちょっとなんですよね。あと道悪が三角っていうのはちょっと気になりますね。そういえばさ、仕上がりだね。お、嬉しいか？よしよし。今オールカマなんですね。オールカマ悪くないけどな。ただもう一周あったら嬉しいなっていうところか。はい、何です？ちょっと我慢しましょう。ねえねえ、元気だね。いい仕上がりだね。シリウスでも悪くはないような気がするんですけどね。意外といい敵距離のがないですね。ねえねえ、まあまあかな。ミストバタージャー444キロ。間違えた。よしよし。来週か。おりゃ、いい感じだね。
元気だね。いい感じだね。スペアもあるよね。オクトーバー出すか。はい、何です？とにかく勝ちが欲しいですからね。天皇賞出すこともできるんですが、お、一番人気 1.0 倍ダントツを一番人気。ただいまより投票受付を開始します。そりゃそうでしょうねとしか言いようがない。一瞬静まり返る場内、さあ準備が整いました。オーソド11番、ゲートが開いた。まずまずのスタートかと思います。先行グループからまず見てまいりましょう。2番アルスブランカが上がってまいりました。それからもう一頭マイネルモルゲン、そして内からは4番ストーミーカフェ、メジロマントル2番手を伺おうというところ。ダイワレイダーズ内を通りまして、7番エイシンニーザン外を通りまして、10番ロードフラッグ、そしてその後ろから3番スプリングシオン、外から1頭タイガーカフェ、それから離されまして浅草気になる、やっぱり後ろから行きます。片野パラダイスと横山騎手、マイポジションといったところでやります。前でやりますが前、ストーミーらしい、それから足毛の馬体スプリングシオン、そしてもう1頭タイガーカフェ。ポツン最高峰だ。最終コーナーを回ってぐーんと広がった。カタロパラダイス直線伸びてくるのかどうか。先頭村田とストーミーカフェ、内を救ってシンクロ帽子カタロパラダイスか、内を通ってメジロマントル、メジロマントルが間から抜け出した。オレンジの帽子タイガーカフェ間から来ている。間を割ってタイガーカフェ、メジロマントルが抜け出した。カタロパラダイスも差を詰めてきている。それ以上カタロパラダイス内のドリラム押せ、頑張る頑張る。内田博之とタイガーカフェ一着カタロパラダイス、末足爆発、まるで疾風のごとき走りです。なんとか勝てましたね。いいね。1着11番2着、瞬発力 SS なんですね。素晴らしい。以上のように確定しました。よく頑張った。偉いぞ。ねえねえ、体重はバッチリだね。かなり疲労がたまってると思われる。元気だね。はい、何です？じゃあ、放牧いたします。かなり太い状態になりましたね。450キロ、リストバ体重は444キロなんで、かなり重量が重い。いや、もういいでしょ。いい感じだね。いいからしちゃうじゃないかということで、疲れのな溜まり方かな。こう溜まっているのが気になります。いい感じだね。なんか調子が良くないな。しかもまだ大根言われる。いい感じだね。けどそんな暇はないんです。私は追い込み馬が好きだね。豪快にグワーって上がってくるのがたまんない。体重はバッチリだね。それでも馬体重をいい状態戻しました。今週は中一新聞杯があるんだ。この辺かな。いい感じだね。これでどっちもありますね。チャレンジカップもあるし、中一新聞杯もインティアイミがいる。
十一新聞杯行ってみますか。この抜き所がない。道悪い不安を残しますが、お、一番人気 1.4 倍一番人気。ただいまより投票受付を開始します。グリグリです。さあ、やっぱりインティライミですね。インティライミ 57.5 の金利はちょっと辛いかな。とメジロマイヤーにもちょっと注目いりますね。この辺かな。さあ行ってみましょう。中日新聞杯です。ごまかしの効かない中京2000メートルの舞台で各馬が飛躍を誓います。中日新聞杯2000メートル、まずまずのスタートを切りました。果たして何が行くのでありましょうか。ローエングリーンが先手を取ります。12番タイガーカフェ、メジロマイヤーがかわしていきました。そしてその後ろから10番インティライム、この辺りちょっと離れている6番ライトフライヤー、そのうちミスティックエイジ、外を通りまして北高それぞれローデンクロイツ、9番ワンモアチャッター、青い帽子にご注目ください。これが一番人気の型のパラダイス。内から1頭2番東証シロット、そしてしんがりからカンパニーであります。さあもう一度前の方に戻ってまいりますと、先頭は依然として11番ローエングリーン、ちょっと離されまして7番メジロマイヤー、その後ろ3馬身くらいあってインティライミ、そしてもう1頭タイガーカフェ、ちょっと離れて3番ミスティックエイジであります。それからもう1頭6番ライトフライヤー、そのうちに北高それぞれ、その後ろでやりましょうか。8番ローデンクロイツ、それからワンモアチャッター、そして内からは4番カタノパラダイス。中京のスタンドが揺れています。さあ先頭はローエングリーンが頑張っている。依然先頭ローエングリーン、ちょっと差がある。さあこのまま逃げ切ってしまうのか。メジロマイヤーが2番手、さあ先頭はローエングリーンが4馬身リード、カタノパラダイス懸命に追った。外から1頭カタノパラダイス、先頭は武豊とカタノパラダイス、1着カタノパラダイス、末脚爆発、まるで新風のごとき走りです。まだまだ先は長いよ。元気だね。お、嬉しいか。はい、何です。1.2 連勝ですね。戦後勝となってますが、残り何週かな。16週しかない。ねえねえ、私は追い込み馬が好きだね。豪快にグワーって上がってくるのがたまんないね。ねえねえ。はい、何です。
ね。お、嬉しい。はい、何です？はい、ということで今回オクトーバーステークス中一新聞杯と2連勝いたしました。中一新聞杯なかなかいい勝ち方でしたよね。これね、重賞初制覇、ただもう15周しか残ってないんでね、かっこいいとこ見せたいですね。ということで引き続き応援よろしくお願いします。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。スターフォースポケットですね。今まで遊んだ動画、記録の動画、プレイリストとして載せております。こちらも説明欄にアドレス記載しております。ご覧いただければと思います。この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されます。お時間ありましたら見ていただければ嬉しく思います。スターフォースポケットをお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。